ばいじゃん。70ね、あ、レンタルしないでってことかな。まあ、確かにね、いろんな人が使ってるからね。ありがとうございます、質問サフランさん。下手ね。質問、好きな麺類は何ですか。ラーメン、パスタ、そう、うどん。うどんも好きだし、ラーメンも好きだし、パスタも好きだし、そばも好きだし、あと混ぜそばも好きだし、ラーメンは、麺類は全部好きです。つけ麺も好きだし、油そばも好きだし、カルボナーラも好きだし、そうめんも好きです。はい、質問好きな、あ、読んだね。買い取りぼったくり、そうだからちょっとね、そうだからちょっとショックでしたね。そう、新品の買えちゃうよね、意外とドジっ子ね。いや、そう、スマホ交換の方がいい。そうですよね、スマホちょっと早く買います。さよにゃんさん、ピカピカ、ありがとうございます、ありがとうございます。見つけてもらえたら嬉しいから。え、なになになに、お化けがですか。見つけてもらえたら嬉しいから。お化けが、カエル売ってなの機種、確かにそうですよね、機種で 76% の iPhone の機種、 iPhone はこれは13です、13ですね。リオンが可愛くて照れちゃうから。なになになに、お化けが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 、なんだなんだ、モバイルバッテリーだったり役に立ちゃった。あ、そういうことね。それは大丈夫です、ちゃんと使ってます。そうそうそう、どこがおすすめ、おすすめのお店、ティオン、ティオン、何でも好きだから、ちょっとどこ行っても美味しいってなっちゃうから、おすすめのお店と逆にリオンが教えてほしいくらいですね。おすすめのお店、おすすめのお店、ちょっと逆にリオンが教えてほしいかもしれない。何があるかな。モバイルバッテリー使ってるとバッテリー自体は老化が、あ、そうなんだ、そうなんだ。まあずっとモバイルバッテリー使う、あ、そういう、そういうことか、イベント会場で、あ、そういう、そういうことか、そういうことか。全然本当にリオン見つけますよ、そう、全然見つけますよ。リオン、後ろは壁です。はい、これはもう何回か目なんでね、ドジっ子で、そうそうそうなんです、大雑把なんですよ、そうそうそうなんですよね。なので変装したり隠れ、なんでですか、なんでですか、なんでですか。まあそれでも見つけるので安心してください。やばい、もう34分、13ならアップデート、あ、アップデートか、この前した気がする、多分しましたね。あ、そういうのでも問題があるんですか。タコちゃん、ありがとうございます。黒渕さん、未だに X フォローしてない、話聞きます。お、それはリオンに X をフォローしてって言ってほしいということですか。黒渕さん、 X フォローしてください、お願いします、お願いします、お願いします。おすすめのラーメン、つけ麺は三田製麺所、あ、名前聞いたことある、見たことあるのかな、
見た、ちょ、美味しそう、卵かけ調べてみます。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとね、これはメモをしないとすぐ忘れちゃうから、はい、ありがとうございます。 iPhone13 で何で僕は劣化早すぎますか。充電しながら使ってない、充電しながら使ってます。なんなら今も充電しながら配信をしています。そう、充電しながら使うのって良くないって言いますよね。そう、ちょっとね、気をつけます。たまに自分が、あ、そうなんだ、自分が言ったら、そうなんだね、まあ、特典会の時にお聞きします。りおんちゃん可愛くて話した記憶ないので、次は顔見、次は顔を顔見するね、顔を顔見するね、わかりました、待ってます。次の特典会、顔を顔見するんですね、待ってます、出ます。このくだり何回、本当だよ、このくだりですか、本当にね、何回やるんですか。30分過ぎも、このままだと2時間くらい、いや今日はね、最低でも最高でも1時間ですね。今日はね、9時から花、メンバーの古松花が配信して、21時半から園田一花が配信します。三田線は美味しいんだ。そう、じゃあ絶対ちょっと行きます。やばい、フォローしてって言われる前にフォローも FC 入会もしちゃった、言われたかった。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。本当にまた敵公演会えるの楽しみにしてます。なんか声がさ、今日も低いね、今日もさ、レッスンの時に歌いながらリハーサルだったんですけど、なんかワンオクターブ下くらいの音程で歌っててびっくりしました、自分が。機種変するなら予定なら書いてもいい、あ、機種ね、iPhone13 は iPhone でも充電がなくない、え、めっちゃ詳しいんですね。そうなんだ、じゃあ変えようかな、15とか今一番でもさ、16がなんか9月とかその辺に出るらしいですよね。でもちょっとそれまでは待ってないから、まあ早く携帯を変えたいですね。さよにゃんさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。顔見したらキュンしする、あ、そういうことか、ぜひぜひしてください。ぜひ、いや、ね、まあ顔見します、とにかく、はい、次いつ会いに行けるんだろうね、次いつですか。まあ6と7も台湾、東京ガールズガールズだし、12も定期公演だし、13も台湾イベントだし、22も定期公演だしね、29も定期公演です。低い声大好きです。声が低いと落ち着いた人に見えるから。本当ですか、落ち着いた人に見えるのがめっちゃいいですね。じゃあ、はい、低い声で、いや、これはさすがにちょっと低くしすぎてるかもしれないけど、はい、リオンアディショナルタイム残り22分、6日以降はまだ迷い中、どうしようかな。まあ来てほしいです、リオンは来てほしいです。せっかくなので髪型を見て、よく向いてもらえますか。え、ちょっと今さ、ボサボサかもしれない、ちょっと待ってください、ちょっと結び直します。髪型を見たいです。
なんか普通に結んでるだけなんですけど、はいはい、ちょっとお団子です。俺も13使ってるから、たまたまいろいろ調べてたのに、そんな、あ、そうなんだそうなんだそうなんだ、ありがとうございます。13ね、13、確かに13でもリオンの周りって13持ってる人なんか少ない気がする。いや、そんなことないか。確かにリオンちゃんの声俺も好き。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。今日も練習まで行きたい。今日はね、そう、21時から花がして21時半から1時間するので、ちょっと今日は難しいんですよ。はい、データ移行ができるうちに iPhone 起動してない。え、データ移行ってそのうちできなくなっちゃうんですか。それは困った困った、早くしないと。リオンちゃんは声かけては、 ありがとうございますまあこれも個性ということで、はい、結んでる姿かわいい。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。自分未だ iPhone12、 あ、12か、12でもね、あんま変わんないって言いますよね。なんか13と12でもわかんないんですけど、よくメンバーかぶりダメな。そう、あのね、メンバー全員の配信を見たい人もいるから、時間かぶったら、そう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 、時間かぶったらね、ちゃんと、そう、メンバーと何時から配信しますって話し合ってちゃんと決めてます。はい、別のメンバー、俺なんてまだ10、おお、10もいいですよね。黒内さんはところでフォローしてくれましたか、フォローしてくれましたか。はい俺14、おお、マウント取ってきたマウント取ってきたとか言って、えー、リンも早く変えたいな。リンさん、こんばんにょ、こんばんは、こんばんは、はじめまして、シンセラスタイルの石原リオンです、こんばんは。俺アンドロイド、でもアンドロイドもさ、めっちゃいいって言いますよね、性能が。なんか日本だけらしいですよね、 iPhone こんな使ってる人口が多いのってね。初見さんね、ありがとうございます、ありがとうございます。コラボ配信したらかぶりの、確かにね、コラボ配信かなんか前ね、リサとコラボ配信しようとしたんですけど、できなくて、そこからコラボ配信まだしてないですね。そう、まあどうしてもね、かぶんなきゃ、どうしても配信時間がかぶりそうってなったら、コラボ配信いいかもですね。ソフトバンクとか au とか乗り換えると2年でほぼただで、へえー、そうなんだ、すごい、そんなシステムがあるんですね。ちょっと前まで iPhone10 使ってたら新アップル、あ、そういう対応してないとかもあるんだ、へえー、すごい。15にも変えたな。配信の予告通知できないの？あ、できますよ、できますよ、配信の予告通知できます。日本はアップねらしいですよね。でも確かに iPhone の方が、なんかスマホのケースとかもなんか可愛いのがたくさんあるしね、なんかエアドロとかするじゃないですか、そういうのがあるから便利ですね、みんなが iPhone 使ってると。俺も去年まで Android だったけど、機種変した時のデータ移行がめっちゃ楽だから iPhone にした。確かに、なんか iPhone の方が楽って言いますよね、データ移行が。
確かに確かに。この前の花ちゃん誕生日以降、確かにコラボないかもね。ないですね。ちょっと今度、そう、でも今度リサとコラボ配信したいってずっと話してて、そうしよっかな今度。アンドロイドのネタめっちゃめんどくさいよ。そうなんだ。え、リオンもなんかね、iPhone からの、アンドロイドからの iPhone みたいな変な、機種変の仕方して、確かに大変だった思いがある。覚えがある。残り15分。おー、残り15分。今日も早いですね、時間が。次ののが。13何色？これはピンクです。ピンクです。アップルシンじゃなくてパソコンもマックと、おおすごい、マックね、かっこいいですよね。マックってリオもパソコンとかちょっとねかっこいいからできるようになりたいですね。次にメンバーの時間があるから、残り時間が分かってて、そうなんですよ、なんか次になんかがないとダラダラずっと配信もしちゃうからね。そう、 iPhone はデータ移行があるから、やっぱそうなんだ、なんかみんな言ってますね。ぜひコラボ配信お願いします。他のメンバー全く知らないので、そう、まあよければ21時から古松花が配信するのでぜひ覗いてみてください。でもコラボ配信もします。コラボ配信も、時間が経つのはあっという間、ね、時間が経つのもあっという間で、残り最後の1曲になりましたとかありますよねそうそう、5年ぶりに iPhone、 やっぱめっちゃくちゃ楽なんだ、めっちゃ楽なんだ。確かになんかボタン一つで終わりますよね。いやわかんない、適当なこと言った。でも楽ですよね。 iPhone は自動でキャキャ、あーそういうことか。 iPhone は iPhone 自体のができるけど、 Apple はアプリゲームとかの自分のデータのデータ移行とかが手動なんだ。そういうことか、そういうことか。確かに、じゃあボタン一つは間違ってもないかも。がんばりおん、お疲れおん、お、がんばりおんちゃんお疲れ様です。お疲れ様です。できたら今度は3時間ぐらい配信してほしい。3時間くらいね。そう、あのお昼くらいならできるかなって思ってます。お昼、朝とかお昼とかかな。そう、トーマのじいちゃん、こんばんは、星ありがとうございます、ありがとうございますね。3時間配信したいね。ちょっと2時間配信とかができちゃうから、まあみんながたくさんコメントをくれるからできるんですけど、ありがとうございます。ちょっとレインボースターを他から奪ってくる、なんだなんだ。トーマのじいちゃんかわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。一個ずつやっていくのめっちゃめんどくさいから、アンドロイドは今後変わるかもしれん。確かにね、今後ね、確かに確かに、あの確かにそれは大変だね、大変だ。今来ました、こんばんは、友達だ、こんばんは、こんばんは。iPhone16 買おうね。え、でもさ、それって秋とか夏くらいですよね。ちょっとそれまでは待てないので、ちょっとね、ちょっと待てないから、今すぐにでも買いたいですね。携帯9月、やっぱ秋とか夏くらいですね。長いよ、9月まで。だってあと 5ヶ月もありますよ、半年くらい。16出るなら、あ、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ、すごいね、そういうのがあるんだ。
3時間と言いながら気づいたら12時間配信になってた。え、本当なんですよ。だって30分か2時間になるならありえますよね。全然全然ね。残り9分残り9分残り9分早いですね早いですね。3時間と言いながら気づいた。本当だよ本当だよね。本当にありえますよ。全然配信いくらでもできるので、みんながコメントをくれればありがたいことに。キャリアでかアップルストア、アップルストアって何げ行ったことないわ。嘘かもしれない。フラー13位、47円47円。ちょっと待って、コメント読み忘れたかな。そういえば君僕しか曲知らないのですが、今までリリースした曲で好きな曲ありますか。ええたくさんあるよ。なんだろう。君僕そう MV とかぜひ見てみてください。でもリオン音痴だからさ、ちょっとそれでは1曲お願いします。ショールームで歌う。全然大丈夫ですよ、アカペラなら。何かありますか。アップルストアでポチれば行かなくていい。あ、ネットで携帯を買うんですか。すごい。76ならいつ起動できなくなるか不安です。急いでください。めっちゃ急ぎます、急ぎます。すごい、13.47円っていうのが結構衝撃的。すごい決め目。リオンちょっと歌ってみる。どこ。今走った走った走った君の音、不器用な僕があれこれと考えね。そう、そんな感じですね。はい、やっぱ歌を歌うというのは緊張しますね。はい緊張しますね。はい、君僕の再生回数この前4万ね。びっくりしました、びっくりしました。リオンびっくりしました。2年後にはまたキャリア14とかタラで寄生する予定が中古。すご、2年後。あ、確かに2年契約ですもんね。どうしよう。あ、じゃあリオンのね、そうだね。あと6分、あと6分。今日もスクショタイムですよね。はい、スクショタイム。一旦スクショタイムを撮りたいと思います。思います。はい。と頑張り音と、君僕は作曲チームが、確かに確かにそうかもね。そうだと思いますね。あと何、ほっぺ、ですかね。ありがとうございました、今日も配信ありがとうございました。頑張りオンポーズ可愛いよ、なんかいつ見ても可愛いですよね。頑張りオンポーズ。じゃあ今日も配信を見てくれてありがとうございました、ありがとうございました。じゃあ9時から花の配信が始まるので、はい、X のフォローもよければお願いします。ハマちゃんマンさん、こんばんは。こんばんは。もう終わっちゃうんですけど、じゃあまた明日。お疲れ様でした、ありがとうございました。あ、待って、ランキング、待って、ランキングを読みます。14位黒淵さん、ありがとうございました。13位メロウィーさん、ありがとうございます。
12がおしーさん、ありがとうございます。11がいちじくさん、ありがとうございます。10位がアロマさん、ありがとうございます。9位がサフランさん、ありがとうございます。8位がシミタさん、ありがとうございます。7位が海ぶどうさん、ありがとうございます。6位がカリキヤクのシンデレラさん、ありがとうございます。5位がエイジ 100% さん、ありがとうございます。4位がタコちゃん、ありがとうございます。3位がトモのじいちゃん、ありがとうございます。2位がさよにゃんさん、ありがとうございます。1位がじゃかじゃかじゃかじゃんじゃん、ひきごまださん、ありがとうございます。今日も配信ちょっと2回目のありがとうございましたなんですけど、今日も配信ありがとうございました。じゃあまた明日、バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい。